れどれ、彩香が言ってた人は。どうしてなんじゃ、もう何年もここにいるのに。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが彩香の言ってた人に間違いないみたいだな。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。できることなら手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。このことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに神の目を押収された。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ魂が抜けたような彼をこのまま行かせることはでき。どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ。俺か？離れるっていうよりもどうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。30年前どうして俺はここに来たんだ。30年もの間どうして俺はずっとここにいた。もう何も覚えてない。神の目を奪われてからたくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それってお前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おい、でも自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ。うん、こうピキーンっていう感じで。そういえば以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう覚えていない。あったあった、その時の手島さん、面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ、その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。蕎麦焼きを作っていたことにした。今日は
村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回り、やっとわかった。そのバンブっていう友達はその子の飼っているカニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていた。なんか全部日常の出来事みたいだな。あれ、待てよ、これを見ろ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。これが手島さんの日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。ここが手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙。時間が経ちすぎてて、もう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。あん、どこだっけ。え、ってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか。でも、もう30年も経てるんだぞ。まだ現れてないなんて。とりあえずこれらを手島さんに渡そう。そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年も。その間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために。いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも
すべて消えた。そうでもない、彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、すべて忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、すべてが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら、彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると、俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな、彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで、何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく綾香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち手島さんの役に立てたかな。はい、次の人を探しに行こう。彩香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。おかしいぞ、天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ。いやいや、オイラたちはなんだか騒がしかったから。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうりで神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが彩香の言ってたやつか。でもなんで彩香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いて。何がお救い米だ。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺も食べるものにありつけてないってのに。いや、確かにそれは本当のことだ。幕府軍にやつ、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って、俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。
今は忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。お救い米と関係はあるのか？お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰が。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、信じないって言うなら放蕩団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うーん、嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえて聞いてみよう。放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一票。ここからお前たちを引き連れ、盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探し。ついてこい。相手を間違えたら諦めなさい。よし、チャンスだ。いや、切らせるか。それ血で血を洗おうかしら。なんでこんな俺の金が。頑張りき、なんとかしてくれ。そのいい黒沢、まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料なもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。あ、これは借用書。それに雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。一体どういうことなんだろう。おい、お前たちはもう行っていいぞ。へい。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。何でもありなつくも仏、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか？いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ？そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ。考えてもみてください。
お救い米を受け取りに行く人々は、その食料がどれほどの期間持つか、昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず、手に入ったのが予想より少なかったら、人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を買えてきたのです。過去に渡してきた食料は、なのに周囲の人から感謝されるどころか、人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。私からすれば、黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していれば、このような面倒ごとも減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、もし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら、彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば、なんで黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。本人に聞いてみよう。何か。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか？だいたいこんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても、昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、この刀昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ。小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。親父はなんて言ってたっけ。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。その時に言ってくれたんだ。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか？仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った、結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、俺は善人になんかなれない。悪人にも。じゃあ俺は一体。こ
いつも。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろ。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。神の目を失った人は確か明鏡止水流の現師範らしいけど、なんかすごそうだな。ここがその人の剣術道場みたいだ。ちょうど人がいるみたいだから聞いてみようぜ。七子、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取りつかれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。何かあったのか。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか。どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだ、オイラたち。弟子入り。そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。分かった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。一敗もせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに。少し前に師匠の神の目が奪われてから何かおかしなことをずっと言い続けていて、兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直私も師匠が良くなるかどうか。鳴神大社ってなんだ。鳴神大社知らないのか。あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ七子、師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみ。邪気に取り憑かれる、神の目を奪われるとはそんなことになるのか。
君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、苦しみながら耳を塞いでいたらしい。血眼になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。ん？なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここにもいない。もっと上かな。本当にここか。もっと上に行って探してみよう。いた。あそこに。あやお前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当にドモンの弟子か。それとも何年も会わねえうちにドモンのやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？お前らが生まれてくるずっと昔から俺とドモンは一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く、その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。
師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か、明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。ナナコ落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な邪が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、それにこのことに天気がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が？俺の知ってるあの八重様がですか？丸神大社の大巫女様、八重様が？よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか？必要ありません。唯一行うべきは指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか？いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だってとにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。オイラもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。you
行くぞ。八重様か。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか。オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は。そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののようにあがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいな、じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。冷静に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。絵は雑念がないように見える者が、その手で自身の師匠と兄弟子を負かした時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会った土門さんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。
鼻からお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き天下一を取る。お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら俺は前に進むことをやめここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。だがお前に負けたあの時俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したようにお前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった。明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ。早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。はあ、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。なるか、あの人が無事でいられますように。
我を傷つけられると思うな。行くぞ。して会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば、あやか、どうして今回は出てきたんだ？あの三つの出来事から、私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とは屏風越しにお話はできません。ちょっと待った。トーマって、お前の家来だろ？おいら、嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた綾香、雰囲気も違う気がするぞ。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には、全ての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周雨、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらと感じ取っていただけますよ。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。あ、本当ですか。はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業神里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってから、シャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、
ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様、私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、さまざまな形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡墨島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡墨島のサンゴノミヤの下で抵抗組織を結成したのです。サンゴノミヤに関してはもともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが、もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による領奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残っ…おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか？花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか？はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマは社奉行としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。もちろんこのことをすべてあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。
おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい町や、うん、あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今から。しー見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野じ馬みたいに。ってあれ、お前持ってるのか。し、静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか武士様。ふん、それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。うーい、お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいらさっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。は、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや。この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂でよいみやさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴上島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そないなこと言われると照れるな半四郎。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使おうて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生ん、なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。あやかもオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやらよいみやのことだったみたいだな。どうやら見せて神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。よいみやは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。絶対
正勝先生を助けるで。助けるで。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけていけよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。無駄だ。揺らぐことなし。その命いただいたわ。取るに足らないわ。起死回生の一撃。俺の得意分野だから任せろ。みんながそばにいてくれれば。諦めなさい。やめたら。
勝負だ。修練が足りなかったか。願いたい。岩山八九。諦めなさい。さようなら。勝負せよ。みんなは俺が守る。無駄な努力をやめたら。いや、交代しなさい。取るに足らないわ。拙者を恐れず。諦めなさい。さようなら。勝負せよ。拙者。負けた。くだらない。修練が足りなかったか。冒険だ、冒険。無駄だ。無駄な努力をやめたら。いや、無能。諦めなさい。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、ひよいみや、お前いつの間に。うん、もう見てられん。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。
あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。おい、ヨイミヤ、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち、見に行く。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗は。ね、まさか。見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や。おい、良い味や。うちも職人やさかい。無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。ヨイミヤ、ヨイミヤか。待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ、重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条さらってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを綾香たちに教えよう。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者、彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そう
もないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。どれどれ、新鮮な魚肉、エビのむき身、うわん、鍋にぴったりな食材だな。おまさか普通の食材を入れたのが旅人だけだったなんて、今までで一番恐ろしい鍋だったぞ。そう、得点が一番高いのは俺だ。待ってくれ、お腹が痛い。トーマが変なものをたくさん入れたせいで出汁が変な味になってしまったではありませんか。旅人さんが入れた普通の食材もおかしな味になっていて、何度か正解を外してしまいました。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね、鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら、休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ。大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして
次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんな、また。おう、ま、旅人。しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから、他の場所に行ってみようぜ。